すごいね、クリスマスなのに何やってるのかって。そんなのは置いといて、今回ですね、私どもマグナットカーウェイがですね、2月に男子というお芝居をいたします。今手に持ってくださいですね、お芝居に何本かあります。マグナットカーウェイの男子は来年2月3日金曜日から6日の月曜日まで日本橋にあるインディペンデントシアターファーストにて、行います。料金は前売り、当日とも両方とも2000円ですので、安いと思いますよ、安いと思いますよ。ぜひ気軽に来てください。はい、はい、これめっちゃ覚えやすい覚え方がありまして、え、そうなんや。私は2月の3、4、5、6全部連番になってるから、それで覚えてるんです。あ、2、3、4、5、2、3、4、5、6、お前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 。今回はだからちょっと普段と、これ今はバグダッドカフェプラスマイナス11ってあるんですけども、いつもうちはバグダッドカフェザ・イレブンスパフォーマンスとか、うん、そういうパフォーマンスをつけて、次じゃあトゥエルフスパフォーマンスとか、そういう風になってます。今回プラスマイナス11ということになってます。これなぜかというと、何ですか、実は。なんかいつもの本公演とちょっと違うことをやってみたなっていう。どうですか、石川さん、どうですか。いやー、稽古がかなり刺激的で面白いです。私は自分のところでやるときも、基本も台本を持って、その人が何の役をやるっていうのが決まってて、その台本に沿って稽古をしていくので。なるほど、何の役かが決まっているということですね。これちょっとキーワードなんですけどね。そうですね、そうですね、何の役が決まっているではないっていうのは、まあ一つしかないんですけどそういう感じですね。奪われたら奪い返してみようかみたいな、だからさらに奪い返されたらそう来るみたいな、なんかなるほどね、なるほどね、ワクワク感みたいな、チームな感じがすごいなんかインプロってやっぱチームになって、その連帯感があってっていう感じで、こうセッションをしないといけないと思うんですけど、もうすでにチームとして出来上がって結構序盤からそうでしたねなんかガンガン行ったろうって思いながら来たんですけど、稽古場にもうなんか最後やし、あんまりこんなんやっててもしょうがないし、作品作るんやからもうガッて行ったろうと思って行ったら、皆さん結構よしよしこーいよしこーいみたいな感じで、一番連帯感を感じるところは居酒屋に飲みに行って、みんな誰も取り分けたり、そういう私だけ女子力高いんですみたいな発信をしないところ。なるほど、ね、そう、毎回同じシーンを稽古して毎日違うことが出てきて、あ、頭を切り替えるのとか、はい、反射神経ですとかも座れるから、なんか脳みそをこねてる感じがしますね。なるほど、なるほど、その瞬間その瞬間、はい、で何仕掛けてやろうかなってみんなが企んでくるっていうのが分かるから、テンション上がる。ああ、なるほど、ずっと笑ってますはい、じゃあ、そんなマグナットカフェプラスマイナス11男子、2月の、3日から6日、日本橋インディペンデントシアターファーストでやってますんで、ぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。